はい、皆さんこんにちは、小坂でございます。本日も新流行り神3やっていこうと思います。さあ、第3話の科学ルートライアーズアートでね、見事にゲームオーバーになったのが前回でございましたが、今回はちゃんとしんちゃんをね救って先に進んでいきましょう。ライアーズアートから再開します。一発でいけるだろうか。ちょいちょい失敗してますからね。相手にされないことを怒っていましたので、相手にしてあげましょう。私はあなたを知っている。私はあなたを知っている。彼が誰かは全くわからないが、最初の一手としてハッタリをかませてみることにした。その途端、新見警部補はおかしそうに笑い出した。僕は誰でもない。全く意味のわからない回答だが、本人は質問の内容が気に入ったのか、一層楽しげに笑っている。お、好感度が上がった。よしよし、私は次の質問を投げてみることにした。さあ、どうやって来た？あなたはどうやってここへ来たの？彼がどうやって新見警部補の中に入ったのか、気になっていた疑問を彼に投げかけてみた。入った方法が分かれば、追い出す方法も分かるかもしれない。どうやって？新見警部補は首をグラグラと揺らす。僕はずっとここにいる。ここにいるから広がる。あそこも、ここも、全部僕になる。みんな、僕になるんだ。どういうことかしら？言っている意味がわからない。彼が広がることが人の中に入り込むことにつながるのだろうか。ダメだ、この切り口では手がかりが入手できない。別の観点で質問を投げかけてみよう。これ下がるかな、どうだろう。あー、同率かな。新見警部補の中に入り込む前、彼はどこにいたのだろうか。はい、あなたは新見警部補の中にもういたって言っちゃっていいかな。あなたは新見警部補の中にいたんじゃないの。彼はずっと新見警部補の中にいた。つまり彼自身の抑圧されたペルソナだったのだ。ああ、それは違うな。時間をかけて形成された人格だと思えば、妙にリアリティのある人格であることに説明がつく。いた？ずっとここに。ふふ。しかし彼はクスクスと笑っている。私の指摘は間違っていたようだ。これが新見警部補個人の人格であれば、他に同様の被害者がいたことに説明がつかない。彼は同じ時期に複数の人間の中へと入り込んでいた。決して新見警部補の中から生まれてきた人格ではない。あー、下がるか。大丈夫かな。彼には別の質問を投げかけた方が良さそうだ。さあ、あなたは殺したいの？あなたは殺したいの？彼がこのマンションの住民に入り込むことによって起きたのは凄惨な事件だ。彼は殺意を持ってこの事件を引き起こしたのだろうか。殺す、わからない。視線をさまよわせながら新見警部補は首をかしげる。殺すという言葉に心当たりがないようだ。みんな僕と同じになる。同じになったんだ。もしかしたら入り込んだだけで積極的に殺すつもりはなかったのかもしれない。殺意に関する問いは不発だったようだ。同率かな。よし。僕は誰でもない。もう誰でもなくなった。それなのに君はどうしてそんなことを聞くの？彼は逆に私へと問いかけてきた。私の言葉に耳を傾ける気になったのだ。ここは間違えるわけにはいかない。私は慎重に言葉を選ぶ。さあ、あなたに興味があると言いたい。あなたのことが知りたい。私はあなたのことが知りたいの。ねえ、あなたが何者なのか教えてくれない？はは、
それを聞いた途端、彼はゲラゲラと腹を抱えて笑い出した。よほど私の言葉がお気に召したらしい。彼のよどんだ瞳と目が合った。これはいけたんじゃないですかね。どうだい？僕を見た。僕を見たぞ。君が僕を見てくれた。うわ。新見警部補は突然体を起こした。プロレスの締め技を決めて完全に体を拘束していたはずの瀬名くんが力任せに吹っ飛ばされる。ねえ、僕のことをもっと見て。ありえない勢いで新見警部補が迫ってくる。北条、逃げろ。高潔警部が私たちの間に割って入った。二人は組み合ったままゴロゴロと床を転がる。高潔警部、お前邪魔だ。高潔警部より一瞬早く体を起こした新見警部補は高潔警部の上に馬乗りになった。そのまま両手でギリギリと高潔警部の首を締め上げる。死ね。苦しげに歪む高潔警部の顔にポタポタと何かが落ちてきた。新見警部補の瞳から涙が溢れている。ダメだ、マサさんを殺すなんて僕にはできない。新見警部補、気をしっかり持ってください。新見警部補は腕に力を込めた。見えない何かに抗いながらゆっくりと高潔警部の首から指を引き剥がしていく。離れろ。新見警部補の手が離れた瞬間、瀬名くんが新見警部補を突き飛ばした。リビングの窓にぶつかって新見警部補の体が倒れた。シン、大丈夫か？来ないでください。新見警部補は自分で自分の体を抱きしめる。まるで自分の体を押さえつけるように。誰かが僕の体を乗っ取ろうとしてるんです。抑えても抑えても止められない。今こうしている間にも暴れ出してあなたたちに襲いかかってしまいそうだ。マサさんを殺すぐらいなら僕が死ぬ。新見警部補は真後ろにあった窓を大きく開いた。そのままベランダの外に広がる夜の闇へと体を踊らせる。慎太郎。ベランダから飛び降りる直前、高潔警部が新見警部補の体に飛びついた。瀬名くんが遅れて手を伸ばし二人をまとめて部屋の中に引っ張り込む。離して、死なせてください。バカ野郎。バシッと高潔警部の平手が新見警部補の頬を打った。本気の一撃を受けて新見警部補の顔から一瞬表情が消える。マサさん、お前まで死なせてたまるものか。高潔警部はまだ暴れ出そうとする新見警部補の体を抱きしめた。お前まで死んでしまったら俺は、頼むから死なないでくれ。ダメです、こいつは危険だ。今殺しておかなくちゃマサさんが。死ぬのはダメだぜ。瀬名くんが高潔警部と一緒になって新見警部補の体を押さえつけた。おっさんを殺すのが怖いって言うなら俺もお前を止めてやるから、だから行くなよ。私も新見警部補の前に膝をつくと、ブルブルと震えている手を両手で握った。高潔警部には、いえ、私たち特捜には新見警部補が必要です。生きて事件を解決しましょう。シン、
ガクガクと体を痙攣させた後、急に新見警部補から力が抜けた。おい、シン。大丈夫です。気絶しただけのようです。念のため呼吸と脈拍を確認したが、問題はなさそうだ。それに少し空気が軽くなったような気がします。あいつに取り付いてた何かがどっかに行っちまったんじゃねえの。非科学的なと言いたいところだが、今はそうあってほしいな。私たちは恐る恐る新見警部補を拘束していた手を緩める。完全に気を失った新見警部補はぐったりと床に体を横たえた。何はともあれ、まずは病院だ。俺が車まで運ぶぜ。救急隊を呼んだ方がいいんじゃない？シン。寝ていたはずの新見警部補が咳き込んだ。意識はないままなのだろう。体の生理反応に任せて目、口、鼻からゴボゴボと水を吐き出す。なんだこれ。瀬名君、新見警部補の体を横向けにして気道を確保してやがて。俺がやろう。自分の洋服が濡れるのも構わず、高潔警部は新見警部補の体を傾ける。彼の体からは胃に溜まっていた水というには多すぎる量の水が流れ出していた。それはゆっくりと広がり、床にちょっとした水たまりを作る。ゆらゆらと揺れる水の表面に一瞬、不気味な男の顔が浮かんだように見えた。おはよう。みんな、今日は、昨日はお楽しみだったみたいね。笑えない冗談はよしてくれ。翌日、私たちは科捜研を訪れていた。しんちゃんはまだ病院？ああ、一度目は探したんだがな、消耗が激しくてベッドから起きることができなかった。しばらくはこのまま休ませた方がいいんじゃねえの？それは心配ね。私も後で様子を見に行ってみるわ。おかしなところがないかじっくり検査しなくっちゃ。うふふと笑う如月先生の目はキラキラと輝いている。検査にかこつけて今度は何をするつもりなのか詳しく聞くのはやめておこう。それで昨日頼んだサンプルはどうなった？しんちゃんが吐き出した水のことね。それとマンションの水道水。結果は？白よ。何？おいおい、どう考えてもあの水が原因だろ。薬が出てこないなんて何かの間違いじゃねえのか。誰の検査に間違いがあったって？すいません、如月先生の検査結果は正しいです。本当に何も出なかったんですね。検出されにくい薬物の存在も疑って通常よりもかなり詳しい検査をしたのよ。徹夜で頑張ってみたんだけど薬物は一切出なかったわ。ただ一つだけ不審な点があったわね。如月先生が出してきたのは DNA の鑑定書だった。そのグラフには見覚えがある。それは人間シチューから出てきた第三者の DNA。なぜ水道水から DNA が出てくるんだ？そんなこと知らないわよ。私がわかるのは、しんちゃんが吐いた水からも、マンションの水道水からも、同じ DNA が出たとだけ。これは一体どういうことだろう？一旦状況を整理してみよう。私たちは人間死中事件が発生したマンションで新見警部補をおとりにして捜査をしていた。しかし数日監視を続けていても犯人が新見警部補に接触してくることはなかった。24時間緊張していたことで全員が疲れていると判断した私たちは一旦おとり捜査をやめて休息を取ることにした。新見警部補が異常行動を取ったのはそのすぐ後だ。何が引き金になったのだろう。さあこれは正解よ。目指しちゃって大丈夫かな？バッドエンドがありそうな気がしないでもないんだけれども。
まあ正統法行ってみましょうか。水道水飲んだことらですよね。直前までの行動との違いはマンションの水道水を飲んだことだ。飲んだ直後は変化がなかったが、荷造りをしているうちにじわじわと効果が現れてきたのだろう。次に新見警部補の異常行動についてだ。高潔警部から連絡を受けて駆けつけた部屋では新見警部補が異常行動を繰り返していた。普段の彼らしい行動をとったかと思えば全く別人のような振る舞いをした。あれは何が起きていたのだろうか。はい、本人の真相心理第三者の意思、これは第三者の意思ですね。急に現れた別人格と新見警部補の間には何の関係性も見出せなかった。あまりにも唐突すぎて隔離性同一性障害の症状とは考えにくい。ややオカルトな考え方になってしまうが、第三者の意思が新見警部補に乗り移った、そう考えた方がしっくりくる。そして新見警部補が飲んだ水道水、彼に作用した直接的な成分は何だろうか。はい、いろいろありますね。なんかこれ外していってみようか。外したらなんかバッドエンドありそうな気がする。正解は第三者の DNA ですけれども、水そのものか何らかの薬物、先に何らかの薬物いってみましょうか。あの異常行動に原因がないなんて考えられない。水道水に溶け込んだ何らかの薬物がこの事態を引き起こしたのではないだろうか。いや、それはありえないか。如月先生も薬物の反応はゼロだったと言っていたではないか。少なくとも常識で考えられるような薬物ではないのだ。考える可能性は事件現場と新見警部補の両方から検出された何者かの DNA ではないだろうか。うん、修正されたかな。つまりあれは考え込んでいた私は途中で顔を上げた。ダメだ、思考がうまくまとまらない。ここ数日泊まり込みで捜査を続けたり、おかしくなった新見警部補と戦ったりしていたせいで疲れが溜まっていたのだろうか。サキ、無理するなよ。少し休憩してからもう一度考えてみることにするわ。しかし私たちにそんな猶予は残されていなかった。お、これはバッドエンドですね、多分音楽的に。捜査一課がいきなり事件のあったマンションを閉鎖してしまったのだ。警察だろうが住民だろうが関係ない。上層部の許可を得た人間にしか中に入ることは許されなかった。現場に入れなくなっては捜査ができない。私たちはただ途方に暮れるしかなかった。無力感に苛まれながら特捜部屋で時間を浪費するだけの日々。そんな中、例のマンション周辺で新たな噂がまことしやかにささやかれるようになった。金髪の王子様が運ぶ魔法の水の噂だ。高級スーツに身を包んだ美しい青年からある水を受け取って飲むと別人になれるらしい。水の作用で別人になっている間はふわふわと水の中を漂っているような気分で、とても気持ちがいいそうだ。噂と同時にマンションの外でも人間死中事件が発生するようになった。あ、平気化されちゃったかな。ターゲットも30代独身男性だったはずが20代女性、40代男性と性別や世代を問わなくなっている。この水はどこまで広がっていくのか。噂が不気味に変化していくのを私たちは指をくわえて見ているしかなかった。残念なバッドエンド、ここにありましたね、1個。さあ、ゲームオーバー、どんなタイトルかな？はい。エンドナンバー25、迷宮の推定。いろいろ兵器化でね、実験されて、あのマンションで実験されて、もう年齢にも対応し、もういろんな人に兵器として渡ってしまったっていう、結構最悪なエンドですね。はい、じゃあさっきのところはバッドエンドは一つかな。新選択で選択、他の選択ができるところがあるのかしら。一箇所しかバッドエンドがないかがちょっとね気になりますけど、まあでも他に分岐してないから今のだけかな。
分間違えるとダメなんでしょうね。水そのものとかもダメなんじゃないかな、きっと。さあ、選んだところは飛ばしていきますけれども、ちょっと適当に読んでないところ行ってみましょうか。捜査を中断して解散したことが原因ではないだろうか。おとり捜査中は私たちがチームとなって新見警部補を見張っていた。その間に彼を操ってしまってはすぐに取り押さえられると踏んでおとなしくしていたのだろう。だが収穫なしとして私たちは一旦捜査を休止してしまった。そばに高月警部しかいなくなったところで犯人が本領を発揮しだしたのだとしたら、そんなタイミングまで測れることができるとは、犯人は一体何者なのだろうか。行動が不可解すぎる。そもそも彼の目的は何だったんだろうか。はい、自殺か同一化か。まあ同一化でしょうね。彼の目的は同一化ではないだろうか。夢の中で彼は何度も自分が嫌いだと言っていた。同時に新見警部補のように成功した同年代を羨んでもいた。素晴らしい誰かを乗っ取って同一化することにより別の何かになろうとしていたのではないだろうか。その考えは単なる思いつきというにはひどくしっくりと腑に落ちた。この悪意に満ちた呪いから新見警部補が解放されてよかった。そういえば呪いが解けた原因は何だろう。はい、まあ水を吐いたからでしょうね。水を吐いたせいではないだろうか。新見警部補は意識を失った後大量の水を吐き出していた。胃に溜まっていたものを吐いたのなら、まず昼に食べたものや胃液が混じるはずだ。だが彼が吐いたのは透明な水だけ。何か特別な意味があってもおかしくはない。おそらくあれを排出したからこそ彼は呪いから解放されたのだ。一見ただの水に見えたが、あれの中の何が呪いとなっていたんだろう。さあ、2つになりましたね。何らかの薬物だとさっきのエンドに行ってしまうので、誰かの DNA ではないだろうか。事件現場と新見警部補が吐き出した水、そのどちらにも共通する唯一の要素、それが謎の第三者の持つ DNA だ。さあ、これは進むと思いますね。どうでしょうか。一連の事件は水道水に溶け込んだこの DNA が引き起こしていたのではないでしょうか。北条、根拠は現場の状況すべてです。この DNA はすべての被害者の人間シチューで検出されています。外部から侵入した形跡が一切ないにもかかわらず、浴槽から同一の DNA が発見されたのは水道水に含まれていたからなのでしょう。お風呂にも水道水は使われますからね。もちろん飲料水として摂取した分も一緒にシチューに溶け込みます。それに私が調査中に現場で混沌した理由もこれで説明がつきます。浴槽で使用されたお湯は水蒸気となって通気口に向かいます。水と一緒に通気口に送り込まれた DNA を空気と一緒に吸い込んでしまったのでしょう。本当にごくごくわずかな量でしかなかったので、少し意識が飛ぶ程度で済みましたが、たかだか少量の DNA を取り込んだ程度で人間が操られただとありえない。動物、植物、ウイルス、ありとあらゆる生物が DNA を持っているんだぞ。いちいち影響されていたら食事のたびに発狂する。普段私たちが平気でいられるのは人と他の生物の DNA に大きな差があるからじゃないかしら。如月先生が私たちの議論に割って入った。家畜や作物の DNA は当然ながら全く別物よ。生物としての思考パターンも違う。きっとあまりに差がありすぎて効果がないのよ。逆に同じ人の DNA だった場合は相手の記憶や人格がコピーされてしまう。犯人はきっと30代の男性だったのね。だから同じ年頃の男性を中心に作用した。ただの塩基配列だぞ。どこに記憶情報を保持するというんだ。そうバカにしたものでもないわよ。一般的に生物の記録は記憶は脳の海馬で保持されているとされているけど、最近新たな学説が唱えられているの。
そこでは海馬以外の臓器にもそれぞれ記憶が宿っている可能性があると語られているわ。だとすれば DNA に記憶が宿っていてもおかしくはないんじゃない？俺も似たような話を聞いたことがあるぜ。ある金持ちが肝臓だったか腎臓だったかを悪くして臓器の移植手術を受けるんだ。そいつはケチで周りから嫌われていたんだけど、手術を受けた後別人のように性格が変わってしまった。それもただ変わっただけじゃない、成人のようだと言われていた。臓器提供者はそっくりになっちまったんだ。提供した臓器から記憶がコピーされて人格が乗っ取られたってわけね。生死の境をさまようという強烈なストレスや手術による生活スタイルの変化が原因である可能性は残されているけどね。水道水に含まれた DNA を取り込んだことで被害者たちに犯人の人格が再現された。ややオカルト地味ているとは思いますが、そう考えると一連の事件に筋が通るんです。かなりオカルト地味た説だな。だが納得できなくはない。原因が水道水にあると想定して水源の調査を行ってみるか。そうと決まれば早速。はい、高血だ。何？それは本当か？電話を受けた高血警部の声が上ずった。もともと険しい顔つきがさらに凶悪なものになる。高血警部、どうされたんですか？一課の元同僚からだ。捜査一課の連中があのマンションを封鎖したそうだ。連絡を受けて戻ったマンションは物々しい雰囲気に包まれていた。周囲は黄色と黒の立ち入り禁止テープで囲われ、制服警官が周囲を威圧するように立っている。せわしなく行ったり来たりする刑事の間で見覚えのある人物を見つけた。おろおろと所在なく立っている様子はとても現場の陣頭指揮をとっているとは思えない。課長、おはようございます。君たち来ちゃったの？集合住宅の封鎖ってことで、ただでさえ住民からクレームが入ってるのに面倒事を増やさないでもらいたいな。知ったことかよ。俺たちは本部長から直々に指名された人間支柱事件の担当刑事なんだよ。中に入るなとは言わねえよな。絶対現場をかき回すつもりでしょう。田中課長は青ざめた顔で胃のあたりを抑える。課長、ずいぶん大掛かりな捜査ですが、何を根拠に動いているんですか？被害者たちの遺体から共通してあるものが検出されていたでしょ。今朝、如月先生がマンションの水道水から同じものを検出した。薬品名は言えないがね、これは新種の薬物だ。我々はこれがマンション全体を狙ったテロ行為だと判断して建物の封鎖に踏み切ったのだよ。はあ？薬物だって？あれは人間の DNA じゃねえか。DNA？ なんだろ、そのガセ情報は。ガセじゃねえ。俺は姉さんに聞いて。ストップ。瀬名くん、田中課長に DNA のことを話しても無駄だわ。だけどよ。一連の事件は薬物によるテロ。そう決めたのは誰ですか？誰って、捜査一課全体の方針に決まってるじゃないの。あからさまに田中課長の目が泳ぐ。尋問するまでもなく、やましいことがあるのが丸わかりだ。わかりました。特捜もマンションの捜査に協力させてもらいます。え、協力？そんなの頼んでないんだけど。行くぞ、北条、アイゼン。待って、はいっていいとは一言も。田中課長の言葉は一切聞かずに、私たちはマンションの中へと乗り込んだ。テロって何なんだよ。どういうことなんだ？匂うな。怪しい匂いがプンプンします。まさかこのロビーにまであの水道水の匂いがしているのか？そういう意味じゃないわよ。捜査一課に誰かさんが干渉した匂いがするってこと。如
如月が水道水から DNA を検出したのは今朝のことだ。その情報をいち早く入手して強引に一家を動かせる人間は一人しかいない。一家を動かせるっていうとあいつか。私たちは同時に同じ人物を思い浮かべる。黒い高級スーツに身を包んだフォアフの手先、金髪の王子様。こんな大掛かりなことをできるのは彼以外にいないだろう。急ぐぞ。うかうかしていたらあいつに全部持っていかれる。 DNA が水道に混ぜられた場所を探すんだよな。どっちに行く？はい、あーこれはバッドエンドありそうですね。屋上の貯水タンクなんだけど、そこはちょっと外して地下へ行きましょうか。地下へ行きましょう。水道水は地下を通ってマンションに入ってきてるんだもんな。間違ったさっきの声で読んじゃった。上水道は地下を通ってマンションに入ってきてるんだもんな。マンション全体に毒を入れるなら流れ込んで来ているところを抑えればいいか。私たちは大急ぎで地下へ向かった。マンションの地下は入居者向けの広い駐車場になっていた。その一角に電源や空調、水道を管理するエリアがあるはずだ。関係者以外立ち入り禁止と書かれたドアを開けて私たちは中に入る。裏はパイプだらけだな。水道はどれだ。これじゃないのか。高血警部が見つけ出したパイプにはスプレーで上水道と書かれていた。太いパイプは上下に伸びている。ここを通してマンション全体に水が運ばれているのだろう。でも地下で確認できるのはそれだけだった。水の出し入れを管理するバルブはあったものの、何かを途中で混入できるような出入り口はない。ここからどうやって DNA が入ったんだ。わからないわ。思わず唇を噛んで考え込む。もしかして見当違いの場所を捜索してしまったのだろうか。はい、高月。何？おさん、誰からだ？科捜研で連絡をくれた元同僚だ。また何か見つかったらしい。まさか DNA の証拠、正体？わからん。ひどく動揺しているみたいだ。とにかく行きましょう。何か掴めるかもしれません。マンションのロビーは混乱していた。バタバタと人が行ったり来たりする中で、田中課長が指示を出そうと必死に声を張り上げている。鑑識は屋上へ。他の捜査員はマンション内から人を完全に退避させてるんだ。させるんだだね、多分。田中課長、何があったんですか？へえ、君たちまだいたの。この空気はただごとではない。何があったんですか？詳しく教えてください。言えるわけないでしょ。田中課長は顔を真っ青にしてプルプルと震えている。俺たちはこの事件の担当刑事だぜ。つべこべ言わずに情報を渡せっての。教えられない。なんだと？瀬田くんが凄んでも田中課長は折れようとはしなかった。まるでそれよりずっと恐ろしいものに脅されているかのように。この事件は捜査一課だけが扱う。これは決定事項なんだよ。君たちは部外者だ。さあ出て行ってもらおうか。田中課長、それは本気で言ってるんですか？高潔警部が睨んでも田中課長の態度は変わらない。本気に決まっているだろう。おい、警備担当の君たち、彼らを外に出すんだ。田中課長が警備のために立っていた制服警官に声をかけた。いきなりの命令に困惑しながらも彼らがこちらにやってくる。田中課長、俺たちを締め出す気ですか？捜査の妨害する部外者は排除する。当然の判断だろう。ふざけんな。同じ刑事にどうしてこんなことを。黙れ。私だって好きでこんなことを。おい、彼らを排除しろ。田中課長の悲鳴のような声に従って制服警官がずいっと前に出た。警察官と直接揉めるわけにはいかない。私たちは彼らに押し出されるようにして現場から放り出された。何なんだよあいつ。
しょうがないわね。彼らが引き上げるのを待って、もう一度中に入りましょう。そう簡単に行くといいがな。え？その時、現場から離れてしまったことを、私は一生後悔することになった。鑑識がマンションに乗り込んだ後、マンションが完全に閉鎖されてしまったのだ。住民も刑事も関係ない。文字通り猫の子一匹中に通さない警備体制だ。当然私たちの捜査も暗礁に乗り上げてしまった。人間死中事件とは何だったのか、どんな人間の悪意が引き起こしたものだったのか、何もかもわからないまま事件は闇へと葬られてしまった。何もできない無力感に打ちひしがれた私は、やがて特捜部屋にも出勤することができなくなってしまった。締め出されエンドでございましたね。これはなんとも、まあ、運が悪くこっちのエンドを引いた方も多いかもしれないですね。さあ、エンドナンバー26、地下へ。地下は外れ。さて、じゃあ屋上に行きましょうかね。いい感じでバッドエンドが回収できてるんじゃないかなと思うのですが、どうかな。うん、いけそうですね。さて、じゃあちゃんと今度からは屋上へ行きましょう。解決するのだ、この事件を。屋上に行きましょう。水道の元を調べるなら水道管の通っている地下じゃないのか。高層マンションの場合、各部屋に供給する水圧を一定にするために入ってきた水を一旦屋上のタンクに貯めるのよ。何かを混入するならタンクに採掘をする方が簡単だわ。へえ、そんな風になってたのか。瀬名くんの家にはタンクはないの？いや、俺の家はそのマンションじゃねえし。そういえば実家住まいだったわね。一軒家だとタンクは見かけないか。俺の家はどうでもいいだろ。とっとと調べに行こうぜ。私たちはエレベーターを使って最上階へと向かう。最上階から屋上につながる階段を登っていると、何人かの捜査員が血相を変えて降りてきた。何なんだよあれ。とにかく鑑識を呼べ。何があった？見ればわかるよ。そう言い捨てて彼らは去っていってしまった。何が起きたのかさっぱりわからない。絶対いいことは起きてないだろう。私もそう思う。屋上に出ると何人かの捜査員が貯水タンクの周りに集まっていた。タンクの大きな蓋は取り外され、脇には脚立の立てかけてある。何が見つかった？高潔警部が声をかけると、彼らは一斉に私たちを振り返った。それがタンクの中で何か見つけたんだな。俺も見せてもらうぞ。ダメです。現場保存のため鑑識以外は近づいてはいけないと命令されているんです。それは誰の指示だ？田中課長か、それともいけすかない金髪の男か。申し訳ありません、俺の口からは何も。一課の刑事たちが高月警部の行く手を遮ろうとするけど、彼は止まろうとしない。相棒が二度も狙われたせいで、彼も堪忍袋の尾が切れてしまっているのかもしれない。鑑識ならタンクに近づいてもいいのよね。緊張した空気にそぐわない明るい空気が割って入った。如月先生、どうしてここにいるんですか？正臣さんが電話を受けた後、みんな血相を変えて飛び出していっちゃったでしょ。面白そうだったから追いかけてきちゃった。そんな恋人に会いに来ちゃった女子みたいに言われても。はいはい、道を開けてちょうだいね。不審な箇所は私が見てあげるわ。さすがの捜査一課も如月先生には逆らえない。聖書の一節に書かれた場面のようにさっと人垣が割れた。これが問題のタンクね。へえ、なるほど。脚立に足をかけ中を覗き込んだ如月先生はにんまりと微笑んだ。その目は宝物を見つけた子供のようにキラキラと輝いている。そう、そういうことなのね。如月、一課のメンバーは鑑識の応援を呼んでちょうだい。これは
私一人じゃ引っ張り出せないわ。わかりました。あの、如月先生、中に何があるんですか？見ればわかるわ。私が降りるから交代で覗いてごらんなさい。如月先生に促されて貯水タンクの中を覗いた私はその光景に絶句した。そこにあったのは、他の人間支柱の被害者と同様に煮溶けて骨だけになった人間の死体だった。さらに翌日、私たちは再び科捜研を訪れていた。いらっしゃい。もう検視は終わってるわよ。いつものように如月先生は笑顔で私たちを迎えてくれる。ステンレスの解剖台の上にはきれいに現れた真っ白な人間の骨が一揃い並べられていた。その骨が昨日のあれか？ええ、貯水タンクの中で発見されたご遺体よ。検査の結果、一連の事件現場で発見された DNA が彼のものであることが確認されたわ。あと、あのマンションでは各部屋の水道の蛇口の他に風呂場の換気扇や排水口、水に関係する全ての場所から彼の DNA が検出されているの。鑑識班はちょっとしたパニックよ。セナ君が顔を青くして口元に手を当てる。私も込み上げてくる吐き気を必死に飲み下した。マンション全体に水を供給する貯水タンクに入っていた遺体、そして水道全体から検出された DNA、 つまりあのマンションの住人が、彼があの中から死んでからずっと人間が溶け込んだ水を口にしていたのだ。水道水から DNA が検出された時点で予想されたことだが、具体的にどこでどう混入されたかを特定されたことで余計に生理的な嫌悪感が増す。彼の身元は分かったんですか？身につけていた制服から捜査一課が特定したわ。名前は美濃部文明。マンションに出入りしていた清掃業者の職員よ。2ヶ月ほど前、清掃を行った翌日から無断欠勤かな。出入りの激しい業界で突然スタッフが来なくなることは珍しくないからか、会社の方では特に探していなかったそうよ。ご家族からの捜索願いは出ていなかったんですか？ご両親はすでに他界していて、他に家族と呼べる人は誰もいなかったみたい。親がいなくても知り合いの一人ぐらいいたんじゃねえの？いなかったから誰も探さなかった、そういうことじゃないかしら。あんな場所で誰にも知られずにひっそりと死んでいたなんて、それは人間支柱となって発見された被害者以上に寂しい最後ではないだろうか。死亡推定時刻はいつなんだ？死んだのがかなり前になるから、時刻というより死亡時期ね。白骨化の進み具合から判断して約2ヶ月、清掃会社を無断欠勤した直後にもう死んでいたんじゃないかしら。2ヶ月前だと？それはおかしくないか？最初の被害者が見つかってからまだ1週間と経ってないだろう。如月の見立てが間違ってないとすれば、例の DNA の持ち主は事件が起きるずっと前に死んでいたことになる。わけがわからないわ。私たちは白骨化した遺体の前で沈黙した。結局、貯水タンクから出てきた白骨死体について結論が出なかった私たちは一旦警察署に戻ることにした。捜査一課の情報が入手した最新の情報と合わせて、捜査するつもりだ。廊下を歩いていると前方から男性が一人歩いてきた。一目で高級品とわかる真っ暗なスーツを着た金髪の王子様だ。よう、お前も姉さんの
検査結果が気になるのか。もっとも直接情報を開示してもらうのではなく盗み見ばかりしているようだが、精巧な作り物のような顔の王子様は高血警部の皮肉にも眉一つ動かさない。お前はあの骨をどう利用するつもりなんだ。そう投げかけられて王子様は足を止めた。もう利用はできない。え、逃げられた。悔しそうにわずかに顔を歪めると金髪の王子様は去っていった。どういうことだ。さあ、何にしろあいつらが人間支柱を利用できなくなってよかったんじゃねえのか。スナ君の世界は単純でいい。私たちは苦笑して肩をすくめた。夜、自宅に戻った私は久々にゆっくりと熱いシャワーを浴びていた。体の上を流れる熱いお湯が疲れを洗い流してくれる気がする。金髪の王子様と別れた後、警察署に戻った私たちが見たのは捜査本部を片付ける捜査一課の面々だった。田中課長は驚く私たちに向かって嬉しそうに事件が解決したと言ってきた。彼らが下した結論はこうだ。あのマンションで起きた一連の人間支柱事件はやはりテロである。清掃員であった美濃部が何らかの化学物質を抱えてタンクに入り込んで自殺。それを飲んだ住民たちが異常行動を起こしたというものだ。美濃部が事件の発覚するずっと前に死亡していたことや、30代の独身男性ばかりが亡くなったことなど細かい事情は一切無視された。納得できそうなストーリーに当てはめて無理やり結論を導き出したように感じられる。被疑者がすでに死亡しており、起訴できないとはいえ幕の引き方が強引すぎだ。金髪の王子様、ひいてはフォアフが関与している以上、そんな現実的な結論などありえない。そう思ったのは私だけではなかったようで、高血警部も世良君も一斉に田中課長へ食ってかかっていた。しかし結局捜査一課の結論は変わらなかった。私たちは会議室を追い出され、釈然としないものを抱えながら帰宅することになったのだ。今回の事件について改めて振り返ってみよう。さあ、推理チャートをやっていきましょうか。新見警部補と被害者について。新見警部補と被害者は同じマンションに住んでいたですね。さあ、他の空欄も埋めていきましょう。まずはトゥルーエンド目指していきますね。さあ、異常な行動と止めたのは、新見警部補の異常な行動を止めたのは私ですね。異常な行動は何だい？飛び降りようとしただよね。あ、でも飛び降りようとしたのを止めたのは高血警部か。はい、対話したのは私だけどね。はい、共通点は30代の独身男性、そして高所得者です。で、被害者の検視結果には同じ DNA が入っていました。はい、で、遺体発見現場の水道水の中に、はい、ブツがありましたね。で、遺体発見現場は貯水タンクの中です。はい、で、遺体自体は清掃員でございました。で、清掃をしていましたというか自殺ですよね。遺体の人物は発見現場で自殺をしていた。はい、貯水タンクの中に身を投げたっていうところでしょうかね。合ってるかな。引きで見てみよう。大丈夫じゃないかな。遺体発見現場から検視の結果の原因となる水道水が流れていた。で、 DNA が大丈夫じゃないかな。さあ、行きましょうか。はい、確定。そう、被害者は同じマンションの住人だった。そして危険な目にあった新見警部補も同じマンション。このマンションに何かあるのは間違いないでしょう。はい、丸丸丸丸
丸、よかった、ここちょっと迷ったんですよね。丸、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 お見事、ゆうでございます。さあ、トゥルーエンドへ向かっていきましょうか。しかし、ただ一点気にかかることがある。それは、各事件が発生した時点ですでに犯人が死亡していたことだ。ニーミケイボーに取り付いた彼は、自分は誰でもなくなったと言っていた。だが、生前の彼は、ニーミケイ、違う、ミノベ・フミヤキという名前を持つ、れっきとした清掃員である。あの時対話した彼の人格は、彼の悪意は、いつ生まれたものだというのか。いくら考えても、しっくりこない。私は、シャワーを止めて、湯船に浸かった。体を包む温かなお湯が気持ちいい。最後に金髪の王子様は逃げられたと言っていた。彼はこの事件を引き起こした何かを取り逃がしてしまったのだろう。では逃げたそれは今どこにいるのだろうか。本当に事件は解決したのだろうか。どうにも気分がすっきりしないまま、私はぼんやりとお湯に身を任せた。はい。あれ、 A ランクだ。 S ではない。エンドナンバー22、本当におしまい。あれ、なんで A ランクになったかな。最後の推理ルートは大丈夫だったけど、間のあれかな、推理のところ間違ったままだったからかな。まあ今度また S ランクを目指してみましょうか。とりあえずはバッドエンドを拾いに行ってみよう。何がダメだったかな。何かを忘れている。さて、まあとりあえずは分岐ツリーで戻ってバッドエンドを拾っていきましょう。間のところで間違いまくってたかな。うぬぬぬぬ、こんなこともあるんですね。私そんなに評価悪くなってるかなと思いながら言ってましたけど。さて、じゃあ推理ロジックからいきます。適当なものを当てはめてみるぞ。はい、被害者について、はい、友達だった。はい、他の空欄も埋めていきましょう。じゃあちょっとこの辺りもね、適当に水道水をガボガボ飲んでたので、あんまり飲んじゃいけませんよと私がたしなめました。さあ、共通点は恋人を持っていて、ウイルスも持っていて、よくわからない集団だね。さあ、検視結果は、よいしょよいしょ。病死です。遺体発見現場の化学物質があります。で、よいしょ。さあ、お掃除をしっかりしていきましたよ、この方は。で、この人は、夫婦と関係があって、このマンションの、清掃会社のところでね、発見されましたよ。どうですか？全然あかんやつにしてみましたけど。新見警部補であれば何よりも職務を優先するタイプだと思うから、もし友人であっても事件に関与しているのであれば隠さず真実を語るはずだわ。まあ友達とは言っていなかったのでバツバツですよね。三角のキーワードってのはないのかな。前はね、三角がありましたけどね、今回もう容赦なく×なんでしょうね。はい、残念。さあ、これはさきちゃん取り込まれちゃうかな。お風呂入ってたし。どうもしっくりこない。つなぎ合わせたはずのピースがバラバラと崩れていて、どこか見落としがあったのだろうか。もう一度落ち着いてゆっくりと考えた方がいいのかもしれない。私はシャワーを止めると湯船に浸かることにした。もう湯船が怖すぎますよね、普通に考えて。怖い。事件の発端は新見警部補が浴槽で倒れているのを発見されたことだ。彼はこんな風に湯船に浸かっている間に意識を失ってしまったのだ。ゆらゆらと体をお湯に遊ばせている間に、はあ、気持ちいい。温かなお湯に全身を包まれるとひどく安心する。どこまで考えたんだっけ。
そうだ、彼以外にもたくさんの住人が人間支柱になっていたんだ。眠るうちに体が煮溶けて支柱になる。トロトロに皮膚がとろけて、グズグズに肉がほどけて、私と水との境目がなくなる。あ、それはなんて気持ちいい。いるやん。残念ながら、サキちゃんも同化してしまうのではないでしょうか。今の感じだと。はい。エンドナンバー27、濁る思考。これは残念ながらのエンドですね。はい。まあ、全部のエンドは回収し終えたかな。ということで、まあ、A ランクのところはちょっと後で S ランクにしておこうかなと思います。エンディングをちゃんと全部取れたかどうか、元のメニューに戻っていこうかな。さて、エクストラ。エンディングリストがちゃんと番号順にね、なっていれば大丈夫なはず。さあ、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、OK ですね。では、人間シチューはこれにておしまい。次は第4話行こうと思います。第4話なんだ？両面宿難？そんな読み方？合ってる？全然違うような気がするけど。どんな感じだろう？チラッと見ていこうと思いますよ。はい。あー、読み方書いてない。その読み方も含めて次回解説しようと思います。ではでは、また次の新流行り紙3でお会いいたしましょう。ここまでお読みいただき、お付き合いいただきありがとうございました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。